デイリー東北は、デイリー、東北新聞社が発行する青森県の地方紙。青森県南部地方と岩手県北部を報道、販売エリアとする。本社所在地は、八戸市城下一丁目。1945年に、月10回発行の循環で創刊日刊以降は1946年。発行部数は9万1381部で、 青森県八戸市での普及率は約75%。青森県全域を報道、販売エリアとする東欧日報とは競合関係にある。なお、兵庫県の神戸新聞社が発行するデイリースポーツとは無関係である。デリオンがプリントされたジャンパーを着たデイリー、東北関係者ライオンをモチーフとしたデリオンが公式キャラクターで年1月1日付の 紙面でデビューした。記者も兼務しているという設定。青森市、東京都、仙台市、大阪市と和田市、三沢市、六市の辺ジ町、七古町、六古町、三古町、五古町、盛岡市、久慈市、二古市一段目以下のつぼねは、ラジオ局の番組表と同サイズで掲載。二段目、三段目、四段目北大宇地方の居住者は、出身者を対象として、 地方文化、産業、経済、学術、芸術、スポーツなどの各分野で卓越した功績のあった個人、団体を検証する目的で1971年より、デイリー、東北省、2008年より、デイリー東北特別賞の贈呈を行っている。ありがとうございます。